暇なんてあるかよ。大虐殺の現場に派遣されることになったんだぜ。楽しみで楽しみで、他のことなんか考えてらんねえよ。無抵抗の獲物だらけなんだ。見ろよ、こんな可愛い子をぶち殺してもいいんだぜ。泣いてる、こいつ泣いてる。泣いてるやつなんかめったに見られない。もっと泣かしたい、殺したい、殺したい。なんで邪魔すんの？お前も殺していいってこと？ねえ、こいつはどうするの？連れて帰るんでしょ？はぁ、んなことできるわけないじゃん。ここの奴らは、どうせ全員死ぬんだぞ。帰ろ帰ろ。空の神よ、この俺に素晴らしい友人をお与えくださること、感謝します。どうもよー。